脂肪細胞は、細胞室内に、脂しずくを有する細胞のことである。白色脂肪細胞の顕微鏡写真単方性、脂肪細胞と、黄鳳性脂肪細胞とに分類される。単方性脂肪細胞は、大型の死亡くが存在し、核や細胞小器官が、変炎に圧迫されている貯蔵型の細胞であり、黄鳳性脂肪細胞は小型。 あるいは中型の脂肪雫が多数存在し、細胞小器官が発達している代謝型の細胞である。冬眠する動物では、応方性脂肪細胞を主体とする脂肪組織を冬眠腺と呼ぶ場合がある。近年、脂肪組織に多くの脂肪肝細胞が見出され、脂肪肝細胞移植など、再生医療のセルソースとして、その価値に注目が集まってきた。 染部脂肪細胞が脂肪細胞への脂肪酸輸送を促進する転写因子であるパーガンマ等の因子によって刺激されて成熟脂肪細胞となるカイロミクロンや VLDL の中性脂肪をリポタンパクリパーゼによって分解し脂肪酸を脂肪細胞へ運ぶことによって脂肪細胞が成熟するまたグルコースが脂肪細胞へ取り込まれると脂肪酸が合成される 通常の脂肪細胞は、インスリン受容体を介さずに、グルコースの取り込みを促進し、さらに、インスリン受容体の感受性を良くするアディポネクチンを分泌する。高カロリー摂取や、運動不足などによって、脂肪細胞は、次第に肥大化していき、肥大化脂肪細胞となる。脂肪細胞の大きさが、上限に達し、これ以上脂肪を溜め込めない状態になると、 周囲の線具脂肪細胞が、パーガンマなどによって刺激されて、成熟脂肪細胞となり順次肥大化していく。また、脂肪細胞も、細胞分裂し、脂肪細胞の数も増加する。白色脂肪細胞は人において250から300億個あり、直径は、成熟脂肪細胞において70から90マイクロメートルであり、 肥大化脂肪細胞は130から140マイクロメートルまで大きくなる。褐色脂肪細胞の直径は20から40マイクロメートルである。脂肪細胞が肥大化すると、インスリン抵抗性を弱気する種樹の物質、肥満中枢を刺激して、食欲を抑制するレプチン、インスリン受容体の感受性を良くするアディポネクチンの分泌低下。 血液凝固を促進する物質 EN プラスミノーゲンアクティベーターを阻害して血液凝固の溶解を阻害する物質探求やリンパ球の誘送を引き起こす探求相加性タンパク質小圧作用を持つ生理活性物質アンジオテンシン2の原料となるアンジオテンシノーゲンなどが分泌される脂肪細胞が肥大化すると血圧に関連して 次のことが起こる。アンジオテンシノーゲンは肝臓で産生されるが、肥大化脂肪細胞からも産生分泌される。アンジオテンシノーゲンから生成されたアンジオテンシンツは、副筋皮質球状態に作用して、ナトリウムの再吸収を促進するアルドステロンの分泌を促進した以内に水分を貯留する。また、脳下垂体に作用し利尿を抑えるホルモンである。 氷尿ホルモンであるバソプレッシンの分泌を促進し、同じく体内に水分を貯留する。これらのことにより、高血圧を招く。肥満患者において、高血圧症が多いのはこのためである。また、肥満細胞の肥大化による、インスリン抵抗性の発現は、高インスリン血症をきたす。高インスリン血症は、腎尿細管へ直接作用して、ナトリウム貯留を引き起こし、 これが水分を貯留し、結果として血糖値を下げる作用につながるが、水分の貯留により高血圧を発症させることとなる。脂肪細胞が肥大化すると特に内臓に存在する脂肪細胞から有利脂肪酸が有利される。この脂肪酸の一部が骨格筋や肝細胞に運ばれ骨格筋内へ運ばれた脂肪酸は タンパク質分子をリン酸化する酵素であるプロテインキナーゼ C を活性化し、さらに n f カッパ b に関連した i パ b α のセリン残基をリン酸化する酵素複合体である i パ b キナーゼイクが活性化されてインスリン受容体基質である IRS1 タンパクのセリン残基をリン酸化する。この経路によって IRS1 タンパクがリン酸化されると 正常なリン酸化過程が阻害され、結果的に IRS1 以降のシグナルが伝達されず、インスリン依存のグルコーストランスポーターであるグラット4を膜に移送できなくなる。グラット4が機能しにくくなると、インスリンにより、グルコースが細胞に取り込まれにくくなる。この状態が、インスリン抵抗性となる。もう一つのメカニズムとし、脂肪細胞から、 単球相加性タンパク質である MCP-1 が有利され、MCP-1 は単球を引き寄せ、細胞外に出た単球は活性化されて、マクロファージとなる。このマクロファージは脂肪細胞の周囲に集積し、ここから主要エシ因子として知られる TNFα を分泌する。TNFα が 受容体に結合すると、セリンスレオ人気ナーゼである JNK が、インスリン受容体気質である IRS1 パクのセリン残器よりン酸化する。この経路でも、蒸気メカニズムと同様に、インスリン抵抗性となる。また、TNFα は、グラット4の発現を抑制する作用もある。TNFα のこれらの作用は著名な、インスリン抵抗性を示す。 さらに加えて、脂肪細胞から分泌されるアディポネクチンは、TNFα や有利脂肪酸と異なり、インスリン受容体の感受性を上げるが、脂肪細胞の肥大化によりアディポネクチンの分泌が低下し、結果として、インスリン抵抗性を示す。ありがとうございます。